こんにちは、獣医師の稲垣です。今日はですね、またこの時期がやってきたかっていうようなことがね、くーちゃんに起きましたので、今日はね、そちらを紹介していきたいと思います。夏になるとですね、猫ちゃんで特にお外に出てる子とかで多いんですけれども、蚊と接触する機会が多い猫ちゃんに、まあ、多い症状だったりするんですけれども、モスキートバイトといってですね、縁のところ、特にキワキワのところですね、こういうところにこうボツボツと湿疹が出ることがあります。でね、かゆみがあって、こう書いたりしてるんですね。これはですね、蚊のアレルギー、蚊に刺されたことによるアレルギー症状なんですけども、こういう耳のこう皮膚がね、薄いところに湿疹が出ることがね、よくあります。夏にだけ現れて、耳のこういうところですね、あとは鼻の頭とか、くーちゃんは出てないんですけど、鼻の頭とかに湿疹が出る子もいます。そういう子は夏にだけね、そういう症状が出る子は、まあ、蚊によるアレルギーであることが多いっていう、今日はね、そんなお話をしていきたいかと思います。こういったですね、モスキートバイト、蚊に噛まれたことによる皮膚炎、アレルギー症状が起きた場合、どんな治療をしていくのかと言いますと、毎年ですね、くーちゃんはステロイドが入っている軟膏をですね、直接耳に塗るような治療をよくしています。まあ、軽度な場合はそういった形で塗り薬で対処することも多いです。こんな感じでこうボツボツが出てるところに塗っていきます。反対側もボツボツしてるので塗っていきますね。こんな感じですね。塗り薬であまり改善しない子もいて、そういう場合は飲み薬でステロイドを一時的に飲むっていうのをやっていたりします。その子の症状によって、塗り薬にするか飲み薬にするかっていうのは見極めていきますので、獣医さんとね、相談して決めていくのがいいのかなと思います。くっちゃん、怒んないで。あ、落としちゃった。後で拭こう。こんな感じでね、一応塗り薬を塗った後はですね、舐めれない位置だと思うので大丈夫なんですけど、15分だけ舐めないようにしていただいて、15分経てばね、薬効成分が皮膚から吸収されて、あとは機材だけっていう風に言われてますので、15分だけ舐めないようにする。15分だけこういう風にちょっと気を紛らわしてあげるようなことをしてあげるといいですね。うん、多少ね、口に入ったとしても問題ないので、安心してもらえればと思います。よくですね、この時期に聞かれるんですけれども、猫ちゃんの蚊よけ、こういったですね、蚊取り線香は大丈夫なのとか、こうスノーマットみたいな感じで電気でやる蚊取りは大丈夫なのとかって聞かれることあるんですけど、基本的にはこれは問題ないです。それこそ、そのなんか燻製みたいに密室した部屋で炊くっていうことはないと思うんですけれども、そういった状況にならない限り問題ないので、使っていただいて大丈夫です。電気でやる蚊取りっていうのも基本的には問題ないです。このピレスノイド系っていうものは除虫菊から取られている蚊よけになるんですけども、これは天然成分ではないんですが、基本的には、天然成分のピレトリンっていうものと、まあ、ほぼほぼ同じものっていうことで、まあ、人とか哺乳類には安全だよっていうようなものですね。だからね、蚊取り線香とか炊いて、あとこういうのとかね、やって、あと虫コナーズとかね、煙が出ないタイプとか、まあ、いろんなのあると思うんですけど、まあ、そういうので蚊をね、こういう蚊に刺されたアレルギーを持っている猫ちゃんの飼い主さんは、蚊をね、避けてあげるといいのかなと思います。例えばお外に出てしまう猫ちゃんとかで、まあ、こういう症状が出ているんであれば、室内外にするだけでかなり症状も収まったりすることもありますので、基本的にお外に出さないようにすることがおすすめなんですけれども、まあ、お外に出る子の場合には、まあ、夏の間はね、とにかくまあ暑かったりとか、交通事故だったりとか、感染症とかのね、リスクもありますので、お家の中に入れてあげたらいいのかなと思います。そんなわけで今日はですね、猫ちゃんの夏に多い蚊による
アレルギーですね。分子構成過敏症と言いますけれども、まあ、モスキートバイトと言われる皮膚炎についてお話ししました。皆さんの参考になれば幸いです。じゃーん、くーちゃん見てたの、うん、だいぶね、耳良くなりました。いいね、ボツボツがなくなりましたね。本人もかゆがってないのでいい感じです。うん、よかったね。かわいいね。くーちゃん、くーちゃんはチュールがもらえると思ってこの台に乗ったのに、撮影が始まったのでふてくされてますごめんね。チュール、続きをあげましょう。はい、どうぞ。ありがとう怖いね。かわいいちゃん、かわいいね。終わり。はい、どうぞ。かわいいね。なんてかわいいんでしょうか。かわいい、あったかい。ビーロビーロ近っ。しー